大根の春巻きを作っていきます。今これ大根の千切りをするところです。粉大根に塩小さじ1/2もみます。これでしばらく置いておきます。エビです。むきエビ、これを、お塩を一つまみ、お酒小さじ1、ごま油大さじ1/2ほど、これでまぶしておきます。しばらく置きました。これをこの大根をぎゅーっと絞ります。これでもかっていうぐらい水分を絞ってぎゅう。絞りました。そしたら巻いていきますが、先ほどのエビ、これ少し大きいので半分ぐらいに切りたいと思います。では巻いていきます、はい、大根の春巻き巻いていきます、春巻きの皮巻きます。そして斜めに置いて、小麦粉を水で溶いた海苔です。しっかり止めます。
ザラザラした方が内側に来るようにします。巻き終わりました。これを後で揚げます。春巻きの準備 OK。 次は今日は里芋の炊き込みご飯を作りたいと思います。里芋、3個ぐらい入れようかな、多いかな、2合です。これちょっと里芋大きいから2個でいいかな。ちょっと待って、切ってみるね。水につけておきます。少し、油揚げ 1/2 枚粗利に切りました。あと舞茸があったので舞茸も入れてみようかなと思います。そしてこれはごぼうのささがき、少し切りました。以上の材料で、では米2合です。お酒大さじ2、お醤油、小さじ2、それからお塩小さじ1、昆布1枚入れます。はい、これで炊いていきます。はい、今日はうちの息子も帰ってくるというので大慌てでヤムニャムチキンを作ろうと思います。冷凍庫にあったいろんな部位ですが寄せ集めて、今ちょっと水分これは胸肉だな、いろんな部位で手羽元とか手羽中とかいろいろだけど、塩を小さじ2分の1ほど入れて、
揉み込みます。あとニンニクのすりおろし小さじ2分の1ぐらい入れました。揉みます。しばらく置きます。ヤムニャムソースです。これケチャップケチャップでしょ、ケチャップ 50g ほどあります。それからこれ豆板醤じゃなくてコチュジャンにその半分ぐらい 20g ぐらいかな。それからお水、30cc、 それからこれあの韓国の水飴120g ぐらいあります。これ韓国の水飴です。見えた？そう、見えます。そしてきび砂糖、きび砂糖、お砂糖が25g 入りました。でお好みでニンニクのすりおろし2個分ぐらいです。入りました。きっと味を見ます。美味しい、程よく辛くて、先ほどのヤムニャムソースちょっと煮詰めます。少しだけ煮詰めるとドロドロっとしてきますから、焦げない程度に。このぐらい、OK、火止めます。片栗粉を大さじ山2杯ぐらい入れて、まんべんなく入れたら、170度の油で揚げていきます。箸にぐちぐちぐちって周りに泡が出てきたら大体70度と思ってお肉を入れていきます。約2分まずやります。ひっくり返していじらなくて大丈夫。九条ネギのサラダです。2分経ったので裏返しします。この時に一回こう持ち上げてからこういうふうにひっくり返した方が空気を一回入れてあげるといいんですって。もうあと2分ぐらいやります。
これは胸肉だから、うん、結構早かった。これで大体4個やったんだけど、こういう大きいのはちょっと入れとく、これは胸肉。油が切れたら、このさっきのヤムヤムソースに入れていきます。熱いうちに絡めます。はい、絡みました。はい、こういうこと？うん。あんまり長くなくて。え？薄く。軽く、うん、軽く、ちゃんと軽くでいい。こんなもんで、うん、大丈夫、もうちょっと下に。ちくわと、それから塩昆布、入れましょう。失礼。大丈夫これ、うん、ここ、うん、これで、あとで熱した、オリーブオイルと、それからバルサミコ酢をちょっとかけます。これバルサミコ酢ちょっとかけます。そしてです。はい。先ほどの大根の春巻き。これは色がきれいに出ればもう大丈夫。
すぎました。これはスイートチーソース、そしておいて、完成です。もっと里芋の炊き込みご飯、はい、いい感じ、お焦げもできて、はい、完成です。里芋の、あ、熱いかな、大丈夫。里芋の炊き込みご飯、秋ですね、というわけで、ん、秋だなということで、里芋ご飯、うちのお庭にさ、柚子の木が、に柚子がいっぱいできてるって気がついてた。何の柚子、この青柚子。ついてないけど、うまじゃあそれ、はい、火で取った方がいいよ。それさ、もう一つ持ってます。言いたいよ、やっぱり町が混ざったと。いや、混ざるか、うん、あ、そう、ぶつかんで静かな、静かな里の芋里の秋ね、はい、はい、里の秋大瀬戸に取るな、人本当だな。柚子が入りました、ご飯です。うちの庭の柚子ですか。そう、うちの庭の柚子、すごい香り。というわけで10月もスタートしましたね、今夜の村井家の食卓はちょっと居酒屋さんっぽくなりましたけど、秋のメニューでした。またどうぞチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。